それでは次行ってみますか。はい、早速行ってみましょう。2007年、ザナドゥで行われたワッパ VS TKC7 です。ね、渋いとこ選んだからね。渋いとこ選びますよ僕は。まずはワッパー。バトルには発想力と瞬発力も求められる。そのあたりにも注目して見ていきましょう。これ2007年ですかね、うん、ワッパーね、すごく音をねよく聞くダンサーで有名で、うん、そうなんだ、うん、同じブレイクでもいろんなスタイルがあるから、はい、見つめますよ。うわ、性格なんかかっこいいですよね。うー、来たー今B ボーイパーク2007で優勝経験のあるワッパーは先行であるためか攻めのダンスでまとめ上げた。音と調和する。また相手との見えない駆け引きもある。それがバトル。続いて TKC7。 うわ、外さない。とりあえず早いんだよ。早い、追いつかない。そして再びワッパー。バトルはワンムーブ、1分のダンスを2回、すべてその場で考えられた即興ダンス。筋書きなしのドラマってやつですよね、これ本当に。まあ、だから対戦相手とかでも、はい、見えないでしょ、それで。これはだからなんでこのシーンがね知られてないんだって話なんですよ。本当ですよ。そうですよ。あ、決まった。私決まりましたよ。決まった、うん、もう決まったらしいよ、もう、うん、もう決まりました。はい、じゃあ行きましょう、はい、勝者はTKC さんです。 TKC7。 はい、 TKC7。 はい、 TKC7。 なるほど、なぜ粒目の下の動き、なんていうかこの低い動きが、フロアに入ってからのすごかったんです。さっきからね、普通の話してるかなと思ったけど、結構見てる。結構見てますよ、ね、うん。TKC7 の最初のムーブが良かったというなっちゃんですが、どうだろうかな。勝ったのはワッパー。なっちゃん残念。あ、いやー、この2人はね、あのパワームーブというかね、派手な動きは、まあ、2人ともしないんですけど、やっぱり難しいよね。難しいですよ。どんだけね練習がすごくても、あの本番出せないことってずっとね勝てないですね。なんかね、いや本当その場の空気っていうのはありますね。難しい、難しい。2010年もね、あのその両国期間に向けて、はい、次々の予選が始まってるということで。そうなんですよ。始まってるんだ。7月からね、毎シーズン始まるんだけど。英雄が乱舞。5回目となるダンスオンライン。番組では全国各地の予選最新バトルをピックアップしていきます。